人気 SF コメディシリーズの最新作、メン・イン・ブラック・インターナショナルが6月14日に日米同時公開されることが決定した。メン・イン・ブラックは地球に移住したエイリアンたちを監視する秘密組織、ミブ、メン・イン・ブラックの活動を描いた SF コメディー。ミブのエージェントに扮したウィル・スミスとトミー・リー・ジョーンズのコミカルな演技と個性豊かなエイリアンたちが人気を博し、これまで3作品が制作された。最新作では、クリス・ヘムズワースが演じるエージェント H と、テッサ・トンプソン扮するエージェント M の新コンビが誕生。完璧なルックスだが、チャラさが、何の先輩エージェントとエリート新人女性エージェントが、ミブ内部に潜むスパイの摘発に挑む。マーベル映画、マイティ・ソー・バトル・ロイヤルで、共演経験があるクリスとテッサの再タッグにも、注目だ。映画、ワイルド・スピード・アイス・ブレイクのカイ・ゲーリー・グレイ監督が、メガホンを取った本作は、96時間シリーズで、おなじみのリーアム・ニーソンや、ミッション、インポッシブル、フォールアウトのレベッカ・ファーガソンが共演に名を連ねる。さらに、メン・イン・ブラック・サンデー・エージェント・オーを演じた、エマ・トンプソンも続役。エージェント H&K の新コンビと、どのように関わるのか気になるところ。